一チ地ガ亀は、波中甲亀木沼亀か地ガ亀属に分類される亀。要虫意外来生物。種小ウアキ浮ンシスは、模式標本の産地である地名に由来する。アシュ名のサビーネンシスも、生息地である、テキサス州とルージアナ州の間を流れるサビーン川に、由来。アメリカ合衆国固有アシュアメリカ合衆国固有アシュ、最大高二24センチメートル。 オスよりもメスの方が大型になる。廃校は禁煙種のニセチズガメやミシシッピチズガメに比べやや厚くなり、メスでは特に顕著。幼体のシカンパンにはトゲ状の突起があり、復興には等高線のような筋模様が入る。成長に連れ突起や筋模様は不鮮明になる。カンパン後部はノコギリ状に尖る。頭部には白や、 単行色の細かい筋模様が入り、目の後部にある黄色い斑紋が眉に見えることが和名の由来。目の下部と下顎にも斑紋がある。生態のオスは前足の爪が長く伸びる。目の後部にある黄色い斑紋が四角形。目の後部にある黄色い斑紋が小さく円形か楕円形。ニセチズガメは本種に近縁とされ、本種をニセチズガメの足とする説もある。 主に大型の河川に生息するが、河川の近くにある故障にも生息する。河川等の流水を好む地図メには珍しく止水でも生活する。水性傾向が強いが、倒木や岩に登り日光浴を行うことも好む。日光浴中に驚くと水中に滑るようにして飛び込んで逃げる。植生は動物食の強い雑食で、魚類、昆虫類、甲殻類、殻類貝類、 地図がめとしては珍しく水槽等の植物質もよく食べる。貝類を主食する同族別種がいない環境では貝類を食べる割合が大きくなる。繁殖形態は卵性で水辺の地面に穴を掘って年に2、3回に分けて卵を産む。開発による生息地の破壊やペット用の採集により生息数が減少している。ペットとして飼育されることもあり。 日本にも輸入されている。別種との主観雑種も含んだ繁殖個体が大量に輸出されていた。2006年に地図亀族属がワシントン条約付属書3に記載され、アメリカ合衆国からの輸出が制限されたため、流通量は激減した。もともとは北、アメリカに生息し環境の変化にも強いため、息すると定着する可能性が非常に高いことからよう。 注意外来生物に指定されている。以前は禁煙種や主観雑種も含め、グレーマップタートルや灰色地図画面の商品名で流通していた。環境の変化に強く丈夫で飼育しやすいが、流通するのは主に幼体で、ペットショップによっては、粗雑に扱われることもあり、体調を崩していることもある。ありがとうございます。